これからどんな未来が待ってるのか、いつも不安がある。就職活動に追われる日々、ずっと走り続けてた。健康に気を配る余裕もない。心も体も何か足りない気がしていた。そんな時、不思議な夢を見た。あなたは今どんな未来を描いていますか？私が望んだ姿がそこにはあった。健康的な生活を送り、自分を磨き続ける姿、その姿はまるで私の背中を押してくれているように感じた。自分をケアすることがきっと未来の幸せにつながる。焦らなくていい。少しずつ今できる一歩を踏み出せばいい。きっと明るい未来が待っている。挑戦のエールは受け取った。きっとできる。夢に向かって走り出せ。こんにちは、メイプルです。私は過去に摂食障害を経験したことがあるんですけれども、今ではフィットネスや食生活を心がけることで健康な毎日を送ることができています。健康管理に様々な悩みを抱える女性がもっと輝けるような味方になれるように、運動と食を通して体と向き合い、自分らしい体づくりを楽しむことを発信しています。最近ではライフプランニングについて考える機会がたくさんあって、今まで考えたことのなかったプレコンセプションケアっていうものを学んで、自分の体や将来のことを考えることはとっても大切だなと思いました。中でも病気や飲酒、喫煙だけではなく、痩せすぎだったり肥満、生活習慣が将来生まれる子どもの健康にも影響することを知ってびっくりしました。今は妊娠・出産を考えていなくても、そして男性・女性関係なくプレコンセプションケアを実践して、今の自分が体も心も元気でいることで、より豊かで幸せな人生に、さらには将来の子どもの健康の可能性も広げてくれます。皆さんもぜひ一緒にプレコンセプションケアを学んでみませんか？